今回はね、皆さん大好きな車両 Z1 の紹介です。うちのね、常連さんで先日うちでね、オーバーホールさせていただいた車両なんですけど、明日車検です。それでね、今回はまあ2回目の車検なんで、オーナーさん丸々ね、4年乗られてました。そしてね、まあ、改造ポイント、もう今じゃめちゃくちゃ高いですけどね。ビートのマフラー、セブンスターのキャストホイール、オイルクーラー、ビートのバックステップ、丸ぞっきで、今回補修へのフルオーバーホールと CR キャブ装備でね、外装はね、オリジナルの色抜けのヤレ外装ってやつね。これね、茶色が色を抜けて緑になっちゃうんだよね。これほんと不思議。このね、 Z の外装はもともとうちがね、アメリカから仕入れた Z についてた外装、オールペンしようと思ったんだけどね、なんかこれが高いからやめた方がいいとか言われてね、取っといたらね、お客さんが欲しいって言うからね、言ったんですけどね。ほら、いい感じでグラデーションになってるでしょう。なんでこんな色になるのか、ほんと不思議ですね。そしたらね、早速エンジンかけてみましょう。 Z1 なんでメタマイル。雰囲気出ててかっこいいっすね。